はい、無事にいつもと。はい、じゃあ皆さんこんにちは。加藤夏希の YouTube チャンネル夏色です。ほんと大変てんやわんやとね。なんだっけ、そう、結局は己のせいっていうね。ここがね、ちゃんと刺さってなかったのと、この裏のオンオフがちゃんとね、ちゃんとオフになったみたいです、多分。実はさっき、プレステで今ドラクエやってるんですけど、プレステからパソコンにつないで、パソコンで 配信をしようとしたんですよ。で、4K のビデオカメラがあるので、自分を美しく 映そうと思って、ね、ビデオカメラと設定したんですけど、まあ、ダメでしたね。案の定真っ黒い画面しかお届けできなかったので。まあ、そんなこともありますよね。ちょっと徐々に徐々に。このでも、さっき OBS っていうソフトを使って配信をしようとしたんですけど、それが成功すればスイッチのゲームが配信できるなと思って、まあ来年ね、スプラトゥーン3が出るので、それがまあちょっと配信できれば、まあぶっちゃけ配信が楽っていうだけですよ。ゲームを動画で撮影をして編集してアップすれば、まあどのゲームでもアップできるんですけど、まあ、配信生でやった方が、まあ、楽しいかなとか思って。アルフォンスさんこんにちは。イソさんこんにちは。十分楽しいですって、よかったです。ジポさんこんにちは。リュウテさんこんにちは。ブライトさんこんにちは。ワイさんこんにちは。よし。プチポンさんこんにちは。みんないけたかな？最初の方。マーコさんこんにちは。よし。さあ、ということで、バレたな。30分ぐらい。まあ、でもちょっとね、しかもこの配信の設定を変えてみようっていうのを思い立ったのが朝なので、と事前に準備しておこうって感じなんですけど、今日はね、ちょっと6.0ストーリーの続きをやりたいんですけど、その前にどうしても、まあ今ドアコーのね、ドロちゃんのマイタウンにいるんですけど、私が昨日夜な夜なセッティングしたハウジングを見せたくて。なあさん、こんにちは。そこ行っていい？3番地。3番地は、緑。今度、12月5日に、ドアコーの学園祭ってプレイヤーイベントを、予定しているんですけど、そこでね、1番地と3番地は、まあ、フォトスポットになったらいいなぁなんて思いながら、リュウテさん、映像キャプチャーでやってます。映像キャプチャーもね、これをね、ちょっともうコードだらけなんだけど、こっち側は。なんかいろいろ試して、結局なんか買い間違いが多かったんだけど、これを今使ってて、でもこれがうまくいってるのかどうかよくわからないんですよね。まあ、一番簡単なのは Windows のパソコンがあればなのかなっていう感じなんですよ。なんかその、これを使って OBS を使っても、 Mac だとゲームの音楽が聞こえなくて、結局モニターからイヤホンをつないでみたいな感じで、まあ、機械に疎くて、一歩ずつ手探りってね。だから多分説明書、それこそ YouTube で解説動画とかを検索して見てるんですけど、多分活字で見ても分かんなくて。さあ、ということで、ここね、昨日夜な夜な、もう家具がマックス置けなくなったんですけど、ハウジングやったんですよ。まあ、ちょっと学園風でね。学園風で。まあでもね、いろんな人のハウジングを、まあ、まねっこというかね、まねっこって言い方よくない。一応許可をいただいたりとかはしているので、やってね、こう学園風の、一応ドワーフ高校というね、学園なので、で今度学園祭があるので、ぜひね、皆さん来ていただきたいんですけど、ぜひせっかくなら制服をね、着て、ぜひここフォトスポットなので、写真をこういう風に撮ってもらえればいいなって。ちゃんとあれだね、1たす1はやってる。 高校生なのに。 わかりません。ドアコ。スケバン学校ですね。まあ、
本当はね、もうちょっとこう装飾っぽい感じをこの後ろの方とかに置きたかったんだけど、なかなか家具数がね、上限が決まっているので。でここは以前演劇でも写真撮っとこう、演劇でも使ったんですよ、学校のシーン、教室、こっちも教室でね、感じで。で ここに当日見てもらえればいいんですけど、これまでのドア校の演劇のね、集合写真とか飾ってあるので、ちょっとこうぜひ来ていただいた時に見ていただければななんて思います。で学校のイメージで作ったのが、まあ、教室2つと、こっちちょっと保健室風ね、検出風、ちょっとなんか寝れそうでしょ爽やかな日差しとともに。あとね、トイレトイレ、むしろトイレが一番、前に作ってトイレをね、ずっと取っときたかったっていうもうでも、もうちょっと頑張ればもっといいトイレが作れそうなんだけど、スケスケでしょ、スケパンだけにスケスケっていうテーマでひどいよねスケるトイレで、はい、まあ牢獄だからね、ちょっとあれなんだけど、これこんな感じで、ここが3番地緑ですね。ツイッターでちょっと後ほどね、ドア校学園祭の詳細を画像で作ったので載せたいんですけど、こうね、学校3番地が学校で、1番地が前回劇団クリオネさんと一緒にコラボで演劇をやらせていただいたんですけど、そこのセットを残しつつ、ちょっとクリスマスっぽい、ハウジングを今ね作っている途中なんですよ。ただちょっとクリスマスのハウジングの匠が私にまだ降りてきてなくてだからちょっといろんな画像とか検索したりして今制作中なので、12月5日なのでぜひお越しください。はい、こんな感じでした。2番地ではニキちゃん演劇やりますので、よろしくお願いします。ぜひ来てください。夜10時から詳細はツイッターの方で周りから見えるの恐怖なんですが、トイレね、出たいものも出ないね学園みたいですか。あーほら出た、またフェスタインフェルノが開催されました。ストーリーやろうとするとこういうこと起きるんだから、もう行くしかないじゃんこれ。ガルガルさんこんにちは。ドルちゃん時間大丈夫なのかしら。ちゃんと触れてないし、ドルちゃんだったら、あーそうだね、ちょっとじゃあいけないけど、ドルちゃんね、変換の位置がおかしいのね。じゃあちょっとストーリーもやりたいんですけど、せっかくフェスタインフェルノ開いたからそっち行ってみようかなと思います。では行きましょうか。ぜひお越しくださいね。制服ほんとおすすめです。ただこうスケバンのね、まあ、ちょっとスカート短いんだけど、スケバンの格好で来るとドア構成ですかってなる可能性があるんですけど、まあ、ぜひ制服でいらしてください。ちなみに今日は制服ドレア集会がありますね。今日だよね確か、私のスケジュールに今日じゃなかった、明日だった。明日制服ドア講習会がありますから、明日ぜひ制服をお持ちの方はお越しください。多分ニキちゃんも行くのでぜひお写真撮りましょう。あ、イリアさんこんにちは。さあということで、じゃあ行ってくるね、ドルちゃん。ダインフェルノ久しぶりに戦う気がする。いいね、いいね、行きましょう。さあ問題はね、サポがいないからサポを借りないといけないね。学園みたいでしょ。今回のバージョン 6.0 で出演者優先で
表示ができるようになったりとかね、かなりいろいろと変化があるので楽しみですね。どういう風に見えるのか、どういう風にやってて、まあ、あのいい部分悪い部分みたいなの両方見えると思うんですけど、ちょっと楽しみですね。ここでサポお借りして、私の演劇以外の、演目とか演出もあるので、ぜひたっぷり楽しめると思います。22時から24時、12月5日のね、お越しください。さあ、じゃあフレンド探していこう。フレンドさんから濃いめで行こうかな。あ、待って、これはストーリー用でサポを借りる感じになっちゃうね。あ、スケバンデカみたいな制服は好きかもって。なんかでも今あれでしょ、ルーズソックスとかがまた流行ってる。あ、そうそう、チェスタインベルのサポ不要だったね。そうだよね、人がいるんだよね。じゃあストーリー用にあのレンズさんをお借りしておきましょう。と先週はドアを縛りだったので、ドアを縛りだったので、あ、大が縛りにしようかな。ドア縛りっていうかアフロ縛りになってる。旅が多すぎる。まあいいか。よし、じゃあ行きましょう。レンズガイドでかな。あった。それにしても水曜日だと思ってたのに水曜日じゃないんですね。マヨナイズさん、こんにちは。触れの癖が強い。濃いめでしょ。今日はちょっと濃いめの、あ、アフラーでいきます。アムラーみたいな感じに言うけど、さてと、トア、あ、トアさんがいる。行っちゃった。今回のキャストはガルドドン、ガルドドン、ガルドドン、ガルドドンだって。よし、行きましょう。ちょっと待ってね。あ、いいね、武器持ってね。じゃあ行こう、そのまま。あ、ナックルさん、こんにちは。あ、今何曜日でしたっけ、あ、でしたっけくらいに気にしてなかったですって。なんかね、割と水曜日にこの配信が多かった気がするんですよ。で、なんか水曜日にいつもなんかフェスタインフェルノが開催されましたみたいな気がしたんだけど、あ、ビチャさんがいる、後ろに。ね、ビチャさんって、あの、コメントくれてる ビチャさんかな。よし、行こう。で探します。バージョン6になるちょっと前からかな、もう結構ね戦闘系してなくて、なんとね、あ、フェスタインフェルノなんだかんだやったことないですって。ナックルさん、本当にやった方がいいと思う。楽しいよ。言うほどやってないじゃんみたいな感じなんだけど。ぜひやりましょうよ。よろしくお願いします。あ、すごい、あれだね、助かるね。頑張るんだ。
だ、解放しないとダメ、ダメ、インパクトダメ、今避けれなかったね。あ、週末の夜ならぜひ行って。休業日だけはそわそわしてましたね、リュウテルさん。また曜日の感覚ってなくなる。あ、これちょっとなかなかピンチじゃない。カカ、カカ頑張るんだ。違う違う、私だけじゃない、みんなを解放して。カカてかあれかな、あれしてないんじゃない、喋りながら。あ、ちょっと持ち直したね。いいじゃんいいじゃん、よし、気を取り直して頑張りましょう。カッカローンってなってるから、歌ってる風に見える。あれじゃん、キラポン必要なやつじゃない、これ。待って、いると本当助かるというか安定するね。あ、固まってたよね、大丈夫かな。ピオリも困った時のピオリもしてるんだけど、あ、ピリオン、ピオリも。たら完璧そうだよね。でもね、今天地ばっかり使ってるけど、海賊をやりたいんですよ。あ、前に出たばっかりに。でしゃばったばっかり。カカロー、カカロー。基本でもまあ、あんまりお呼びではないけど僧侶が得意です。
ぱりあれだね、呪いと。あげた方がいいのかな。このタイミングでカカがいなくなるのは厳しいね。なんかでも久々に大変な戦闘ですね。喋んないでちゃんとやりなよっていうぐらい結構大変な、また第2のピンチだな。ありがとう。カカ出しなさいよって感じ。変わったよ。こっちに来ないで。打ち殺す。困ったみたいな。ピオリ。ナピさんこんにちは。ガルトドンでマラーが欲しいだなんてにわかやなーって。いやでもさっき欲しかったよ。だよ。特に今することないかなみたいな。他人任せの感じ。ってやられるっていう。人の仕事だけ増やして本当。ごめんなさい。カカ、カカこっちよ。カカちゃん。カカちゃん、カカちゃん、ニキちゃんもお願いします。カカちゃんこっちよ。そっち行かな、こっちこっち。カカちゃんガルドドンの方に行ってる。攻撃してるでしょ今ねえ。あ、ルーちゃんこんにちは。頑張れニキちゃん、ありがとうございます。頑張ります。あの聖女が欲しいから出してる。何でもかんでも天地の不意と思う。聖女あったらいいなとか思う時がある。あ、ザオリ君欲しい時にペチペチするカカロンなりますよ。ほんとね、なかなかね、あの疎通がねできないと思う。
かでもあの壁をした時に理想はね、本当理想はパラをやりたいんだけど。行きます。押せない、なんか抜けちゃう。僧侶でこう壁をスイッチした時とかもなんかスルッと抜けちゃうことが多くて結構難しいなって思うんですよ。偉そうに。うちのチームにまあ、パラをねすごいしっかりやってくれるメンバーもいるんですけど、こういう前わけやばい。これここダメじゃん。もうない喋ってないでちゃんといないよとか。これまた第3のピンチじゃない。これカカカカカカちゃん、カカちゃんこっちよ。なかなか最後の最後で厳しいね。あと私があそこのラインでやられちゃったのが原因っぽい感じだよね。基本ワンパンマンだからデス蘇生魔戦壁賢者攻撃巻き込まないように死ぬのがテンプレ。確かにあの4人での時は結構巻き込まないようにみたいなあれありますよね。8人の人数は難しい時あるよね。それでも勝てました。よかった。いや久々だね。フェスタインフェルノもそうだし、戦うのも久しぶり。これからストーリーやる人とは思えない。無事に勝ててよかったですね。なんかでもさ、こういうのをさにやかでいける人とかいるでしょ。すごいよね。試練をにやか本当つらい。試練ですらつらいことがあるからすごいよね。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっています。フォローよろしくお願いします。ヘバナ。